いや、あの、小池百合子さん、なんか始球式で、膝骨折しちゃったらしいね。なんで始球式してんの？いや、治療があるからでしょうね。なんで始球式やってんの？みんなに望まれてやったと思うんですけど、おいおい見た？誰だよ。始球式結構フォーム良くてこう投げたんだけど、うん、そのちょっと着地失敗して、膝ぐねっちゃって折れちゃったみたいね。ああ、そうなの。こうなったら神奈月さんにモノマネされちゃうね。いや、武藤のモノマネやってるだけだろ。いや、膝悪い人を見つけてモノマネしてる人じゃねえんだよ。違うのか。モノマネしたい人がたまたま膝悪かったんだよ、お前。やんないから、神奈月、本当に。でも、どんなタイプのモノマネしなかった？いやいや、膝悪い人から先に見つけてんじゃねえんだよ、神奈月は。どんなかも膝悪いけど。今から10年前の、ゴン中山の T ポイントのイベントを出席した時に、ちょうど売れた時の金太郎と共演して、金太郎が踊りまくって、最後フライングゲットみたいなのやった後の、ゴン中山の一言目、君の膝が欲しい。いや、誰がわかんだよ、お前。俺、金太郎の膝見てる人初めて見たんだよ。いないね。金太郎、金太郎って顔見るんじゃねえのかよ。膝見てたんだよ、本当に。あんまりそう人の性癖。いやいや、性癖じゃない。膝、サッカーやりたかったの。ああ、すいません、すいません。やめてくださいよ。小池百合子さん。膝折れちゃったから、2ヶ月間、なんかテレワークでやるんだってね。膝折れちゃったんですよ。何してんだよじゃないんですよ、本当に。つまりなんか、木じゃなくて足が折れちゃったんですよ。あの、くしくも神宮球場で膝が折れてしまった。誰がわかんない。そうですか。